あいつもそつなく大手に就職決まりダメなやつの主正解の思いマジャル運んでた腰の痛みまだ覚えてるの。いつの間にか小鉢に丸め込まれたのは僕居心地そんな余裕はいらないかな。あいつもとうとう親父になった土曜日の夜電話越しにおめでとうを言いながら時間の流れになぜか唇噛んだ。 YES自分は間違ってない。この先の浮き沈みもだいぶ楽しい、yeah! いつの間にかこの街に丸め込まれたのは君。もし生まれ変わったらなんて目を輝かせていただくない。勝手したる少ない仲間と敵な味方だと騒い止まれないこの世界で胸を張って生きるしかない。Oh yeah! I don't know.